最近失敗ししたたここととや恥ずかかかったことなんかあるそうこれ結構ね、うん、悩んでたんだけどああ失敗するイメージないもんいやあるあるある,あるすごいあるよ、うん、ただかあのちっちゃすぎて <laughs> あでも最近思ったことは、うん、あのね伊藤彩沙さちゃんそれこそね伊藤彩沙さちゃんにうん、うん、この間会った時にさなんかどっか違うのわかんないって言われたので私結構前髪切ったとか女の子の、うん、ちょっとなんか。 なんか違うみたいなんないのよわかんないのちょっと分かってよそこは。言われないと気付かなくていつも特に怒られるの「んでわかんないのみんなもうすぐに言ってくれたのに」みたいになっちゃうい。でその日はどこだと思ってたかすごい一生懸命当てに行ったの「前髪切った違う髪切った違うえ痩せた違う」みたいな「匂い変えたういつも違うそうだよね」っつって「うん」ってわかんなくて最終的に聞いたら「アイメイクの。 あの色が違うでも昨日もピンクだったの言うて今日もピンクなのえっそんなのも女の子って気付くのすごいって思ってなんか頑張って当てにいったんだけどダメだったのっていう話う失敗しちゃったなって話はいごちそうさまでーすけど、うん てるちゃんとちゃゃゃんんんとも付き合ってるんじゃないかと思うくらいになんか綾瀬ちゃんが「あの行く」って言ったら「てるちゃん」も行くし綾瀬ちゃんが「行かない」って言ったら2人で帰ってくからあっこれもしかして,って私はずっと思ってたうんだよねくらい似てきちゃうんだよね双葉と薫子の顔ってそうそう何、うん、だろうね何か一年を経て似てきたよねもうどう考えても私がしもべだもんねべ <laughs> っていう